グリーゼ445は、キリン座の方角にある赤色矮星である。現在は太陽系から約17光年の距離にあり、死等級は10.8である。北海域線より、北の地域では一番中、一年中沈むことがないものの、暗いため肉眼では観測できない。グリーゼ445は、赤色矮星で太陽と比べて小さく、質量は太陽の位置。 4程度しかない。太陽系を脱出した NASA の探査機ボイジャー1号は、およそ4万年以内にグリーゼ445に接近し、太陽からの距離よりもグリーゼ445までの距離の方が短くなる。最接近時、ボイジャー1号は、グリーゼ445から1 7光年以内を通過すると見られるが、その頃にはもちろん、ボイジャー1号は動作していないだろう。 最接近時の位置からでもグリーゼ445の予想される明るさは5.8等級と肉眼で見えるギリギリの明るさである。2万年前から8万年後までに太陽系に接近する主な恒星とその距離。グリーゼ445はおよそ4万5千年後に最も近づく。ボイジャー1号がゆっくりとグリーゼ445へ接近する航路を とっているのとはまた別に、グリーゼ445自身は急速に太陽へ近づきつつある。およそ4万5千年後、グリーゼ445は太陽から3.44光年まで接近すると予想されている。ただし、この距離まで接近しても、グリーゼ445の明るさは7.3等級と予想され、肉眼で見えるほどには明るくならない。ありがとうございます。